昨日午前9時ごろ、福岡市を走る車のドライブレコーダーの映像です。橋に差し掛かった次の瞬間でした。空から何かが降ってきて車のフロントガラスに直撃。その正体はなんと魚です。最初その前方にトラックかなんか走ってたので、そこからなんか雑巾か何か落ちたのかなって車止めて確認したら、鱗がボンネット一面にへばりついてたので。映像をよく見ると、魚が落ちてくる直前、空には鳥の姿が。鳥がくわえていた魚を落としたのでしょうか。この衝撃でフロントガラスにはひびが入ってしまったということです。